やっとね、やっと新書をやっともらいました。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。お正月衣装めちゃめちゃ嬉しい。なんか先輩のさ、すごい晴れやかなさ衣装見てたから、とはもう、あー着たいなみたいな。こっちの世界に来てさ、あんまりそういうなんかしっかりした着物とか着たことなくて、すごい楽しみでした。で、衣装もな、ルルドマミーと相談して、こういうのがいいなっていうのもね決めていきましたので、お楽しみに。ありがとう、 Thank you。 当初もね、なんか布が少ないみたいな、上着を脱ぐとちょっとエッチらしい、エッチっていいのかな、うん、センシティブらしい、うん。でもさっきのさ、心地いいのもさ、結構センシティブだったよね。センシティブだった気がする。もっぱいがお餅みたいだったよな。あ、触りてーパイ、触りてー。とわのパイは触れないパイ。いや、てか、ちっちゃいとかじゃなくて、とわは、おっぱい触りたい、触りたい、やっぱりプニプニ最高。いや、そんなことはちゃうねんな、おい、ちゃう。は、普通の格好をこんな感じでね、下から舐めるように見たところで、お着替えしようかな。ちょっとお着替えをしていきたいと思います。少々お待ちください。皆さん、お待たせいたしました。とわ様、タグはね、ホロライブ正月衣装、とくやみとはお正月衣装でつぶやいてくれたら嬉しいなと思っております。いっぱいスクショしてほしいな。ドキドキスクショタイム、これスクショタイムなんかな。では、いきます。ドン。とわはこんな感じ。見てあー、靴かわいいでしょ。靴はちょっと現代っぽい感じだな。いい感じ。見て、このスカートのゆらー、かわいいでしょ。見て、手見えてる？手見て。ちょっと、あれなのよ。網のね、手。やっぱり網タイツも生えてるし。ちょっと大事だよね。ちょっとやっぱ手袋がエッチって、指先が綺麗だし、トアの指綺麗なんだ。あ、やばい。あれ、ちょっと見えちゃうんじゃない。見えちゃってるよ。チュルルルルー、見えてる。最高ですよって、ありがとう。やったー、かわいい、ほんとに、いやーい。これね、ピン止めもね、外せるんだよ、ピン止めも。あと、フォアもね、外せるの、これ見ててな。ほや。TMT！ おい、やめろ！悪魔や、悪魔。ほら。撮ってね、いっぱい撮ってね、みんな！イェーイ！
たのお口、かわいい口見せたのだ。チルチルちゃん、お、お茶飲む。メガネかけた、パンツかけた、天使になった、胸は変わらんな。おい、変なとこ見てんじゃねえ変態。髪の毛アップ、髪の毛ないなったん。チルトラ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 なんと、大様髪の毛切っちゃった。いやーい、今ね、急いでママにね、マミーに急いでチョキ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 と、チョキチョキじゃないけどな、上にね隠してもらった。上にあるじゃん、短く見える髪型の作り方みたいな。頭にね、お団子作ってもらった。どう？かわいすぎる。やだー。スクショしてんな、みんな。ほら。スクショしてほしいときさ、静かになっちゃうんだけど。スクショしてほしいとき静かになっちゃうけど、みんなスクショして。スクショしてたら、ちょっと。静かになっちゃうの。これの全身は、あ、でかっ。めちゃでかになってまった。じゃらー、かわいいでしょ。かわいくない？お時間ありがとうございました。次は天音かなたが新装をお正月衣装をお披露目します。ね、かなたのね、お正月衣装もね、見たんだけど、すごいね、可愛いから、いっぱいね、スクショして撮って、ツイートしてくださいね。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。今年もよろしくお願いします。